本当にあたっての騒ぎは、先ほど申し上げた2月6日から橋本徹代表のその一言から始まりました。せっかく今日お集まりいただきましたので、あえて言わせていただければ、そういえばそんなことがあったなと思い出す方もおられるかもしれませんので、ちょうど1年前です。昨年の6月30日、昨年の6月30日に参議院選挙真っただ中でした。私が、総支部県代表でもありますので、全県選挙の参議院選挙の選対本部長、事務局長を坂本大輔、2人で選挙戦を俳優岡かなという候補者を担いでやりました。その選挙戦の真っ只中、6月30日に翌7月1日の街頭演説会に合わせて、九州で講演会を済ました東国原英夫当時衆議院議員が夕方広島入りをしましたように、翌日は東国原代議士元、それから橋本徹代表、松井一郎幹事長と3人が揃い踏みする街頭演説会の予定でした。そして、ゲストとして米士として来ていただくので、前日の夜に私は広島の食事どころを予約しまして、東国原さんと食事をする約束をしてました。その食事をする約束の30分前に東さんから電話が僕のところありまして、2時間ほど遅れるので先にやっててほしいという電話でした。電車乗り遅れたんですかとか、福岡の分何かあったんですかっていう質問したら、いやいやもう広島には着いてるんだと、実は急遽橋本徹代表が前日に広島入りすることになったと。でついては橋本徹代表から2人きりで話がしたいという電話があったんだと。それが終わってから駆けつけるので先に始めてほしいという話がありました。そしてその約2時間後、東国原英夫元代議士が、私たちがいる食事をしているところにやってきまして、翌日の打ち合わせ等々しましてですね、でその後、私の友人がやっているバーにですね移動しまして、そこで少し飲みながら話をして、非常に機嫌が良かったわけです。去年の6月30日の時です。その時に彼が言った言葉、石原慎太郎、平沼滝郎、園田博之、藤井隆夫、片山虎之介、この5人を追い出すと、日本維新の会から追い出すと、参議院の選挙の真っ最中、それを今橋本徹と話をしてきた。それに伴って自分は今から署名運動を起こすと。で、それができなければ自分は議員辞職すると。そしてこの話にはみんなの党の枝、民主党の前原、全部握ってると。追い出した後に野党再編を行うと。ついてはみんなそっちについてこないと潰されるよという話をもらいました。なぜ今まで言わなかったかというと、この話は当時東国原英夫と橋本徹代表の2人の約束ということだったらしいです。2人の約束って言ってもですね、終わったすぐだと喋ってるわけですから。ただ僕はそれはそれとして自分一人の胸に秘めてました。で、
昨年の12月、東国原英夫さんが衆議院議員を辞職しましたね。で、辞職に伴って彼がマスコミに発表しました。男と男の約束で絶対いないけども、6月30日に広島で橋本徹とした約束を実現するために自分は衆議院を辞めますと、まあ、言ったわけです。7月1日の街頭演説、橋本徹、東国原英夫、この街頭演説、インターネットの動画のどこかにあると思います。よくよく聞いてください。彼らはその前日まで一言も言ってなかったこの参議院選で、まあ、敗北かのよろしくお願いしますと。それに伴って維新の一部とみんなの一部と民主の一部が合流し、新しい野党ができますと。その新しい野党の広島のリーダーが敗北からですと。そうやって街頭演説したんですよ。だから誰にも言うなとか男なくて自分たちで全部喋ってるんですね。報酬の面で、まあ、一部報道にはなりましたが、そんな大きな報道にはならなかったので、あれですが、まあ、前の晩に裏話を聞いている僕からなんと失礼なやつだなと。確かに彼らにとっては石原代表含め重鎮の先生方っていうのは煙たいかもしれません。それはその重鎮の先生方は30年以上国政に携わった、まさに日本の生き字引のプロフェッショナルな政治家です。そして今回の文党に際して石原代表、平沼先生、藤井先生、園田先生、皆さんから共通して言われたことは、もう俺たちは前に出ない。お前らを育てる。お前らは作れる。できる支援は全部してやる。そういう方々なんですよ。それを1年がかりでプランを立てて、姑息な手をやる奴らと一緒にできるわけないじゃないですか。それは次の選挙だけ考えたら、日本維新の会に僕は代表ですから、この件の残ってた方がいいですよ。それをしてまで本当に応援してくださった皆様の前に申し訳ないけど、それをしてはね、人間として男としてお世話になった方々を平気で陥れるようなことをやってはね、政治をやる意味はないです。どんなに厳しい道であろうと、自分が本当に正しいと思ったことを貫かなければ、国家国民のための政治家が自分の私利私欲、策略、そんなもののために政治をするんであればやる必要ないです。私は、まあ、今岡崎先生来ていただいてますけども、岡崎先生が開かれた講演会でゲストで講師として呼んでいただきまして、まあ、ちょうど地元のテレビ局が取材に来ている前で申し上げました。一応今回の文党は円満離婚ではあります。ただし、今後も有党として協力はしていくというふうに発表もされています。ですが、私も党の中にいる組織の人間ですから、協力しろと言われればできることはやります。ただし、仲良くなんかできません。もっと言えば、本気でやろうなんてできませんよ。私も、どんなに偉そうなことを言っても一人の人間です。感情はあります。ただ、感情に振り回さないぐらいコントロールして行動することはできますが、自分の感情に嘘をつくことはできません。それも、ただ、東国原さんや橋本徹代表や江田さんや前原さんたちがやってることは別に法的に悪いことでも何でもありません。それが政治です。それが永田町です。
私はそういう中でもお互いの信頼関係と人には徳というものが大切だと。これは私が政治家である以前にずっと生きていく人生の中で思っていたことです。それを変えるということはできません。だからどっちがいいどっちの先生方っていうのは煙たいかもしれません。それはその重鎮の先生方は30年以上国政に携わったまさに日本の生き字引のプロフェッショナルな政治家です。そして今回の文章に際して石原代表、平沼先生、藤井先生、園田先生、皆さんから共通して言われたことは、もう俺たちは前に出ない、お前らを育てる、お前らは作れる、できる支援は全部してやる、そういう方々なんですよ。それを一年がかりでプランを立てて姑息な手をやる奴らと一緒にできるわけないじゃないですか。それは次の選挙だけ考えたら、日本維新の会に僕は代表ですから、この件の残ってた方がいいですよ。それをしてまで本当に応援してくださった皆様の前で申し訳ないけど、それをしてまで人間として男としてお世話になった方々を平気で陥れるようなことをやってまで政治をやる意味はないです。どんなに厳しい道であろうと、自分が本当に正しいと思ったことを貫かなければ、国家国民のための政治家が自分の私利私欲、策略、そんなもののために政治をするんであればやる必要ないです。私は、今岡崎先生来ていただいてますけども、岡崎先生が開かれた講演会にゲストで講師として呼んでいただきまして、ちょうど地元のテレビ局が取材に来ている前で申し上げました。一応今回の文頭は円満離婚ではあります。ただし今後も有党として協力はしていくというふうに発表もされています。ですが私も党の中にいる組織の人間ですから、協力しろと言われればできることはやります。ただし仲良くなんかできません。もっと言えば本気でやろうなんてできませんよ。私もどんなに偉そうなことを言っても一人の人間です。感情はあります。ただ感情に振り回さないぐらいコントロールして行動する。急遽橋本徹代表が前日に広島入りすることになったと。については橋本徹代表から二人きりで話がしたいという電話があったんだと。それが終わってから駆けつけるので先に始めてほしいという話がありました。そしてその約2時間後、東国原秀夫元代議士が、私たちがいる食事をしているところにやってきまして、翌日の打ち合わせ等々しましてですね、でその後、私の友人がやっているバーにですね移動しまして、そこで少し飲みながら話をして、非常に機嫌が良かったわけです。去年の6月30日の時です。その時に彼が言った言葉、石原慎太郎、平沼滝郎、園田博之、藤井隆雄、片山虎之介、この5人を追い出すと、日本維新の会から追い出すと、参議院の選挙の真っ最中、それを今橋本徹と話をしてきた。それに伴って自分は今から署名運動を起こすと。でそれができなければ
自分は議員辞職すると。そしてこの話にはみんなの党の枝、民主党の前原、全部握ってると。追い出した後に野党再編を行うと。ついてはみんなそっちについてこないと潰されるよという話をもらいました。なぜ今まで言わなかったかというと、この話は当時東国原英夫と橋本徹代表の二人の約束ということだったらしいです。まあ二人の約束って言ってもですね、終わったすぐ喋ってるわけですから。まあただ僕はそれはそれとして自分一人の胸に秘めてました。で、昨年の12月、東国原英夫さんが衆議院を辞職しましたね。で、辞職に伴って彼がマスコミに発表しました。男と男の約束で絶対言えないけども、6月30日に広島で橋本徹とした約束を実現。せっかく今日お集まりいただきましたので、あえて言わせていただければ、そういえばそんなことがあったなと思い出す方もおられるかもしれませんので、ちょうど1年前です。昨年の6月30日昨年の6月30日に参議院選挙真っ只中でした。私が、総支部県代表でもありますので、全県選挙の参議院選挙の選対本部長、事務局長を坂本大輔、二人で選挙戦を太陽がかなという候補者を担いでやりました。その選挙戦の真っ只中、6月30日に翌7月1日の街頭演説会に合わせて九州で講演会を済ました東国原英夫、当時衆議院議員が夕方広島入りをしましたように、翌日は東国原代議士元、それから橋本徹代表、松井一郎幹事長と3人が揃い踏みする街頭演説会の予定でした。そして、ゲストとして弁士として来ていただくので、前日の夜に私は広島の食事どころを予約しまして、東国原さんと食事をする約束をしてました。その食事をする約束の30分前に東さんから電話が僕のところありまして、2時間ほど遅れるので先にやっててほしいという電話でした。え、やめ、電車乗り遅れたんですかとか、福岡の分何かあったんですかっていう質問したら、いやいや、もう広島には着いてるんだと。実は急遽橋本徹代表が前日に広島入りすることになったと。でついては橋本徹代表から2人きりで話がしたいという電話があったんだと。それが終わってから駆けつけるので先に始めてほしいという話がありました。そして、その約2時間後、東国原英夫元代議士が私たちがいる食事をしているところにやってきまして、翌日の打ち合わせ等々しましてですね、その後、私の友人がやっているバーにです、ね、